はい、ええまあ夏休み終わったんですけど、うん、昼間は暑いですねまだまだそうですねうんでもね僕はちょっと楽しみがあって、はい、あの近所に川がありましてね、うんうん、で歩いてまっすぐ行けるんですけどその川が夏休みはものすごい人が多いんですよ、うんうん、全国ねいろんなところから人が来てでも、えー、こ夏休み終わったんで あのまあ人も少なくなると思って、まあ、僕らはこれからね川に遊びに行こうかなというふうに思っていますうんいいですね、うん、まあ僕はあの海とかね川とかに行くのがすごい好きなんですけどあの皆さんはどうでしょうか、うんね、そういうのも是非教えていただけたら嬉しいですはい、はいえー、今日もですね質問を頂い,いてます、はい、毎日あのいろんな メールとかねメッセージいただきまして嬉しいです本当にありがとうございますえー、今日はですねまあなんていうか面白いっていうかあのちょっと思ったんですけどあのまあ漫画とかアニメとかを見ているとなんとかしなくっちゃっていう言葉がよく出てくる <laughs> 例えばあもう学校に行かなくっちゃみたいな ははい、はいそれ何っていう <laughs> すごいシンプルなシンプルなあの質問ですね。どういうい意味ですかっていう。なるほどまあでもそのい大体意味っていうかそのね漫画とかで見てたらその流れがあるから意味は分かるとは思うんですようん、うん、なんとなくね。うん、でもまあ確かに言われてみたらその言葉の響きって とかその文字だけを見たらちょっと面白いなと確かにねでうん言います私よく言ってると思いますあそうですか何々しなくっちゃえー、まあ,あの確かに言ってるかそううんあの、まあ、意味は、まあ、例えばですけどあの、まあ、学校に行くっていう ので言えばね「学校に行かなくっちゃ」っていう言葉で言えばあの学校に行かないといけないということですよねはいだからも,もう学校に行く時間だっていうことです、うん、今すぐもう出発しないといけないみたいなそういうイメージ、はいうん、なんだけどその「あ学校に行かないといけない」みたいな感じじゃなくて「あ学校に行かなくっちゃ」みたいな言い方になるっていうこと ですね、うんうん、うんうん、確かに言ってるかもねそう、うん、<laughs> いつも何かをしなくちゃいけなくって <laughs> それに追われてるような感じですうん、うん、はい <laughs> なんか確かにねか僕は何とかしなきゃみたいな言い方をするかもしれないああなるほどね、うん、学校に行かないとあ学校に行かなきゃ学校に行かなきゃ <laughs> 学校に行かないと あ僕は、えっと、あもうそろそろ行かないとみたいな言い方しますねか行かないと行かないとっていう言い方ですねうん、うん、で行かなくっちゃ、うんでま、学校行かなきゃっていう人もいるかもしれないまあそこは結構面白いんですけどあでも行かなくてはみたいな人もいるかもしれないですねあ<ー>そろそろ学校に行かなくてはみたいなそのなんて言うんだろうな 行かないといけないっていう行かないとダメっていうことなんですけどその行かないとっていうところで止めてるようなイメージですよね確かに、うん、うんうんうんあもう学校行かないとっていうのでこう行かないといけないっていうのをこう短くしてるっていうか省略してるようなイメージああなるほどね、うん、うんうんそうなんです学校行かなくっちゃっていうなんかちょっといや僕今あの そんなことを言う人あの今の本当の社会でいるかなって思ったんですけどいました <laughs>、まあ、漫画のイメージが確かにあるなと思っててまあどちらかといえば女性の方が言うような感じはしますけどねそうあと子供とかかなうん、うん、子供言います、はい、何しなくっちゃって言ってるようなああ確かにねうんことを聞くかなまあ言うかもしれない聞くかもしれないですねうん、うん まあ、あの結構いろんなあの人とか、まあ、その役職とかもあるかもしれないですね例えば先生とかあの偉い人とかそうじゃない人とかいろいろあると思うんですけどその言い方がかなり変わるイメージだなと。例えば「あの学校に行かなければなりません」みたいな丁寧なその言い方の人もいるし「うん、あ行かなくっちゃ」 っていいう人もいるしあ学校に行かないとまあ僕はそ,そのタイプですけどっていう人もいるしでまあちょっと質問者さんの質問は「しなくっちゃってどういう意味ですか?」っていう質問だったんですけど今話してるうちにこれだけこう人によって言い方が変わるってこう、まあ、日本語勉強されてるからからしたら ちょっと今かみましたけども <laughs> 勉強されてる方からしたらちょっともう意味が分かんない言葉だなと思いましたほ、うんとだねうん、うん、いやでもその状況というかその言葉を使うっていうこと自体は毎日のようにあるんですよありますうん、うん、例えばあのー、何今みたいに出かけるっていうことだけじゃなくて なんかあ「今日お醤油を買わないと」買わなくっちゃ」とか「なんかあ牛乳買わなくっちゃ」とかそういうね「牛乳買わないと」とか結構よく使ううんあとそのできなかった時も結構よく使うんですよねできなかった時うん、うん、例えば今の,その牛乳っていうのは今日もう牛乳がなくなりました、うん、今日牛乳を買わないといけない だから朝出かけるときに「うん、あ今日は牛乳を買わなくっちゃ」っていうふうに出かけていくわけですよ。なんだけど結局「忘れててて買っっこなかったとします、はい。あ今日牛乳買わなくちゃいけなかった」みたいな <laughs> いう言い方をする時点で「買ってこなかったことになる」っていうか「なるほど、ね、そうああ今日は学校に行かなきゃいけなかった」 みたいなこあでも行かなかったんだねっていう意味を言うことができますねなるほど、うん、あそれもよく使いますね、うん、それの方が使いますね <laughs> 僕がよく言うのはあ今日ポッドキャスト撮らなきゃいけなかったってよく言います、ね、<laughs> よ,くよく忘れるよく言ってますねよく忘れる結構あのお仕事とか学校でもそうだしまあどんな時でも あると思うんですけどね、はいうん、例えばあのゴミの日を忘れちゃってああ今日ゴミの日でゴミを出さなきゃいけなかったみたいな、うんね、まあその辺の,あのなんていうのなんとかなくっちゃとかその言い方がかなり違うんで、うん、人によってあのなんて言うんだろうないろんなパターンがあることはありまして。うんあの バリエーションが多すぎてちょっと混乱するかもしれないけど、まあ、日本にもし住んでいて似たような、ね、言葉が出てきたらそれはもう全部一緒っていうふうに、うん、あの考えていただければいいんじゃないかなと思いますね。そうですね確かに漫画ねしなくっちゃっていうの多いな。<laughs> うん、見ますよね。ななんかいや分かんかかいいけどそういうイメージがある のその漫画のキャラクターの何さんが言うとかじゃなくて確かに漫画それ多いなみたいなのを僕は思いましたね、うんうん、いや面白い質問ですね面白い言葉でしたねということで今日僕はねこれから勉強しなくっちゃいけないのでそろそろ失礼します、はい、ありがとうございました <laughs> ありがとうございましたではでは